今年で引退することにしたんですけど、5歳から始めて、今年で25なんで20年経つんですけど、そうですね、すごいバイク、モトクロスを通じてやっぱり友達だったり先輩だったり、まあ、後輩だったり、本当すごいいろんな人に出会えたし、すごいこう自分にとっていろんなことを教えてくれる人たちに出会えたんで、すごい本当モトクロスやっててよかったなと思います。全然自分が思ってた成績はやっぱ取れなかったですね、はい、もっと、まあ、簡単だとは思ってなかったですけど、もっとこうちっちゃい時から夢だったチャンピオンとか取りたいなと思ったんですけど、もう全然手に届かなかったというか、はい、やっぱり難しかったです。国際級に上がって1年目はお父さんとプライベーターでレースもあったんですけど、その年も結局怪我、大きい怪我ではなかったんですけど、まあ、ちっちゃい足首の骨折だったり、なんか指のちっちゃい骨折ったりとかで、結局半分ぐらいしか、半分も多分出てないんですけど、で1年目はランキング27位で、ベストリザルトも13番ぐらいしか怪我残してなかったんですけど、チームグリーンに、まあ、次の年から高校卒業と同時に入れてもらって、で明石の方に越してきて4年間やってきたんですけど、すごい楽しかったですねきついこともやってたんですけど、その4年間は本当にモトクロスやれる環境を作ってもらって、で本当バイク一筋でやってこれたんで、まあその時に結果を残せなかったのはやっぱり今になってというか、まあチームグリーンクビになって、でチーム高瀬に出てもらってプライベーターチームなんですけど、でそこでやっぱり高瀬くんのやってることとかを見ると、今までなんでもっとできたのにしなかったんだろうとか、もっとレースに取り組む考え方とかをこうその頃にチームグリーンにいた頃に気づかなかったんだろうっていう後悔はしたんですけど、まあ後悔してももう遅かったんで、まあ今その時は今やれることを一生懸命やって頑張ってきました。まあでも楽しかったですけどきつかったですね。そのトレーニングメニューとかそういうことに関しては1年目から高瀬くんに教わって、でやってたことはそんなに変わんなかったかなと思うんですけど、やっぱり今年その開幕前から 25F その規制なんかが変わって、今年1年しか 25F でレースができないっていう決まりだったので、年齢制限で、はい、なのでその全然その時は引退とか決めてなかった、全然考えてもなかったんですけど、やっぱり IA2 で優勝したかったんで、本当最後の年だと開幕前から思ってでやってきたのと、そうですね、そのやってたことは変わってはないんですけど、
やっぱその一つ一つの取り組み方、考え方が変わってきたっていうのはちょっと感じてたんですけど、でも開幕もいける自信はあったんですけど、まあ、あんまり良くはなかったですけど、今までにないぐらい自信というか手応えもあったので、で2戦目の名阪で、まあ、表彰台立てて、まあ、正直なんかプライベーターになってずっと表彰台立ててなかったので、もっと嬉しいのかなと思ったんですけど、なんかまた3番だっていうなんで、まあ、その時に目指してるところがやっぱ高いところだったので、あんまりそこで納得はせずに、まあ、レースできたかなとは思います。そうですね、地元でもうその時にはもう引退決めてたんですけど、その時には引退決めてたんですけど、で本当は出れる状態でもないというか、まあ、指の骨折だったんで、まあ、全然その完治して出れば、まあ、最終戦前だったので、まあ、ちょっと高瀬君とも相談して、まあ、やっぱその最後って決めてたんで、どうしても九州はあんまりやっぱ怪我が僕多かったんで、九州もあんま出てなかったですし、なんか乗ってる姿をみんなに見てほしかったんでと思って出たら、僕は食べたいな、なんかうまくいって、僕は食べたいな、はい、イエイ。引退決めてたのは、引退決めてたというか、そうですね、2回目の名阪終わって、で怪我その時にして、で手術して入院してる時にちょっとその就職の話をいただいて、で450にも自分の中では乗りたかったですし、で、まあ、メカニックにも来年もう1年頑張りたいから、もうやるんだったらまた手伝ってほしいっていう話もしてたんですけど、その時にそういう話いただいて、その今の時代そういう職に就くっていうのもすごい難しい状態で、でそのそういう話がないんであれば、まだ自分がやりたいだけバイクやってれば、まあ、まだ生活はできてたので、やっていけたらいいなと思ってたんですけど、やっぱりそういうチャンスがをせっかくいただいたので、もうその後悔もしてないですし、みんなに後悔というか悔いはないのって言われるんですけど、なんかもうそのチャンスの方がでかかったなっていうのも正直あって、でまあその話最初もらった時はすごい悩んでましたけど、多分その九州で優勝できたのも一つそういう悔いというか後悔とかがなく、スパッと気持ちが切り替えれたんだなと思ってるんですけど、切り替えたというか、そのモヤモヤがなくなったというか、はい、でまあ逆になんかその優勝したことによってまだやりたいんじゃないとかっていうのも言われたんですけど、それもあんまりもう思わなかったというか、はい、まあ、バイクは一番好きですけど、まあ、泣いていただいて、で、まあ、そこから正社員になれるように、うん、これからはその何ですかね、サラリーマンとしてやっぱりライダーしかしてることがなかったので、ちょっといろいろ勉強して
で、まあ、しっかり働けるような会社に認められるような、はい、人に早くなりたいです。そういえば、まあ、お子さんもいらっしゃるわけですか。はい。今来月で3歳になる子と、今年の8月に生まれた4ヶ月ですね。そう、はい、の子が両方とも男の子なんですけど、2人います。できれば違うスポーツしてくれれば、またこう自分も違う観点持てますしとは思ってるんですけど、今やっぱり僕がこうやってバイクしてて息子連れてきてるんで、息子すごいバイクに興味があって、息子が乗りたいって言えば、はい、ぜひ乗させたいなとは考えてます。何が楽しいかって言われると、もういろいろあるんですけどね。ジャンプ飛ぶのも楽しいし、もうコーナーのなんかこうブワーってこう土まくったり、うん、そういうのがもう本当オタクみたいなもんですよね。もうバイクオタクみたいな、まあ、バイクオタクというよりモトクロスオタクですけど、ね、他のバイクはあんまり興味がないんで。もうめちゃくちゃ長いですね。もう20年ぐらいの付き合いですね。バイク始めて、全然住んでるところも県が違って離れてるんですけど、うん、何が楽しいのかって言われると、そこもうーんってなるんですけど、やっぱ楽しいですね。バカ言えるし、うん、あんま真剣な話そんなしないですけど。で、僕が初優勝した時、コーチも怪我してたんでレースは出てなくて、 HSR 見に来てたんですけど、もうめちゃくちゃ喜んでくれてたんですよ。コーチあんまりなんかそういうの見せないじゃないですけど、あんまそういうの感じたことなかったんで、めちゃそれは嬉しかったですね。あ、こいつこんなに喜んでくれたんだみたいな。なんかこう、まあ、引退しますけど、バイクはやっぱりその自分も仕事に慣れて余裕ができてきたらまた乗りたいですし、もしそれでまた、まあ、引退って言いますけど、まあ、機会があればまたレースにも出たいなっていう、今はないですけど、まだそういう気持ちにもなったらぜひ出たいですし、うん、まあ、引退しても知り合いはバイクモトクロス仲間がいっぱいいるので、すごい多分これからの人生も楽しいと思います。